はい、こんにちは。YouTube でね、動画を作る際に、一番大きな問題が音楽、楽曲をどうするかということなんですよね。これが意外とね、著作権侵害に引っかかるって可能性が多いので、僕はね、動画シンドロームというところをね、使ってます。これ YouTuber 御用達の音楽、配信サイトなんですね。確認したいと思います。動画。DO、動画、シンドロ、出ましたね。主にね、僕はパソコンの方から利用してるんですけれど、スマートフォンでも利用することができます。フリー BGM、動画、シンドローム、フリー BGM、音楽素材12,679曲をすべて無料でダウンロード。著作権フリーの BGM 音楽素材を MP3 形式でダウンロード配布していますって書いてます。これね、パソコン版は画面が大きいので分かりやすいんですけど、スマートフォン版はね、広告がいっぱい出ていて使いにくい部分があるんですけれど、まずここにね、新着音源のお知らせ、ありますね。で、その下、これずーっと行くと、これも宣伝ばっかりあって、あれ、どこにあるんだ、どこから行けばいいんだって分かりにくいじゃないですか。ここね、ここ、関連項目っていうところがあって、そこに音楽素材一覧とあります。ここをタップします。そうしますと、音楽素材一覧のページに行きます。その下、音楽素材一覧、12,679件ということで、のんびりだらりとか、いたずらっ子とか書いてますね。これが、個別の音楽なんですね。例えば、のんべんだらりタップしましょうか。そうしますと、のんべんだらりの、視聴ページに行きます。この、下の方、あと音をこれ消しましょうか。音を消しておいて、この下の方に行きますと、フリー BGM 素材、のんびりだらりとあります。この再生ボタンをタップすると、ここでね、音楽を聴くことができます。はい、その下には、この曲を作った方のコメントが入っていたり、あとこの楽曲の使い方とかね、書かれてあります。で、検索のタグとかあって、シェアとあります。あ、この曲気に入ったなと思った時には、ここにね、この曲を作った方の、ページがあって、まずね、必ずね、お礼というか、この、音楽を使います、ありがとうございますということをね、お伝えした方がいいので、この、使用報告タップします。ここでね、音源使用報告メールフォームってありますんで、キュスさんへ、メールを送信しますって書いてますね。この方に、自分のお名前とメールアドレスと、あとタイトルはいいですね。作曲者へコメント、この楽曲を、利用します。ありがとうございます。みたいなコメントをね、書いて、そして、送信ボタン、送信ボタンどっかにあると思うんですけど、これ一回ちょっと書いてみましょうか。一回止めまーす。はい、入力しました。名前とメールアドレス、タイトルは入ってました。作曲者へコメント、はじめまして、YouTube の BGM として楽曲を使わせていただきます。ありがとうございますって打ちました。その下、音楽使用報告を送信ってありますね。で、送信ボタンがないんですけれど、この赤い文字の上をタップします。そうしますと、ボタン、送信ボタンが出ますんで、ここで送信を押します。はい、これで送信結果、送信されましたというふうに書かれてますんで、はい、それでこれで一回この方のページに、ダウンロードのページに戻ります。ここですね、この、のんびりだらりに来ました。この一番下に行きますと、音楽素材ダウンロードページへっていう青いボタンがありますんで、ここをタップします。はい、またページ変わります。で、フリー BGM 素材のダウンロードを開始しますって書いてますね。ずっと下に行くと、この大きなボタン、ここをタップします。はい、そうしますと、お使いの、コンピューターに、スマートフォンに、ダウンロードされますんで、ダウンロードボタンを押します。
はい、これで完了です。スマートフォンによってダウンロードする場所決まってきますんで、ご自分のスマートフォンのね、ダウンロードのページ行って、そこで曲をね、確認することができます。はい、こんな感じで、ちょっとね、パソコン版に比べると、宣伝がいっぱい入っていて、まあ、わかりにくいかもしれませんけれど、よくね、見ていくとね、これ、次のページへとボタンがあったりしますんで、まあ、自分の気に入ったね、曲をね、ゆっくりと探すことができます。はい、ということで、今日はね、スマートフォンで、この、フリー BGM のサイト、動画シンドロームを使う方法についてお話をしました。今回この件で失礼します。じゃあまた。